どうも、フリーマムと、アースイガーです。今回ですね、高市早苗議員の自民党総裁選立候補会見と、手のひらを返す岸田、河野氏という話です。オチとしては、総理総裁は一貫した考えと長期的なビジョンが必要というところなんです。今回の動画は、こちらの再生リストをご覧いただくと理解が深まるので、ぜひよろしくお願いいたします。2021年9月8日、自民党総裁選に立候補する高市早苗議員が記者会見を開きました。この会見を開く前日に、なぜか会議室が取れない状況が発生していましたが、9月8日に会見を開くことができたんです。高市議員の会見は2時間に及んだんですが、その冒頭で、国民の財産、生命を守り抜くこと、領土、領海、領空、資源、国家の主権と名誉を守り抜くこと、そのために私の全てをかける、大胆な財政支援を行う、あの病気後も見据えた日本経済の立て直しを行う、未来を開くために雇用と待遇に大胆な投資、財政政策を行う、インフレ率 2% 達成までプライマリーバランス規律を凍結する、危機管理投資で安全な国を作る、大規模災害防止や感染症防止に投資すると述べました。要するに自分が冒頭で紹介した再生リストで話してきた政策を高市議員は繰り返し述べたんですが、最初に国民の財産、生命などを守り抜くと宣言したことが非常に大きいんです。また、皇室、ウイグルなどの人権問題については、男系男子を我々の世代でぶち壊せない。万世一系の皇統は天皇陛下の権威の源になっている。人権弾圧、ウイグル、チベット、香港に関しても実際に行われ、日本で働いている特定の民族に脅迫があったり、中国に住んでいる家庭にもそういったものがある。対中非難決議の努力をギリギリまでしてきたが、これが叶わなかったことは申し訳なく思っている。中国は国内問題というかもしれないが、実際に日本にいる人を守るのは政府・与党の責任。次期国会で達成したいと発言したんです。またメディア関係についても自分が冒頭で紹介した再生リストの動画で話した通りに高市議員は触れており、NHK のカメラも入っている中で恐縮だが、NHK 改革を加速させる。家計負担が非常に重くなっている受信料引き下げのために、営業経費削減、放送派削減、子会社改革、特に随意契約比率改善すると述べました。普通の政治家はなかなか言えることではないので、これは良いことだと思うし、できれば NHK の契約をしていない人は、ワウワウのようにスクランブル放送を入れるということも、高市議員には検討してほしいところです。その他に個人的には、女性、家庭、福祉支援にも触れているところが良いと思います。ここは他の候補者との差別化を図る大きな部分なんです。女性向け支援では、女性は生涯を通じてホルモンバランスの影響を受けやすいことを挙げ、1、女性総合診療科の普及、2、それに即した医療人材育成、3、痛み人体への影響が少ない乳がんを早期発見するためのマイクロ波マンモグラフィーの普及、この3つを掲げました。家庭向け支援では、1、待機児童の減少、病児保育の拡充、お子さんが多い家庭への支援拡充、2、介護・育児をしながら働く方のために、ベビーシッターや家政士、家事支援職を国家資格化し、利用代金の一定割合を税額控除の対象とする。3、低所得の方を対象に、麻生内閣の時に発案された給付付き税額控除を実行し、最近非常に災害が多いので、災害損失控除を新たに導入したいとなっています。自分もイギリスにいたからよくわかるんですが、海外ではベビーシッターや家政士をよく利用しているし、女優の仲里依紗さんも自身の YouTube チャンネルでその話をしています。教育でも具体的な話をしており、1、AI 教育の導入と忙しい社会人のために持続的に長い時間勉強を続けられる持続教育を推進。2、実学重視教育に取り組み、高専や専門学校の拡充、実学志向の大学への編入拡大をし、東大、ダイキンが取り組むような日本企業の海外拠点でインターンシップを行うなどする。3、
現在は誰でも高等教育が受けられる環境ではないので、フリーアクセス可能な教材クラウドをしっかりと作り、様々な事情を抱えておられる方々の学びの機会を増やす。4. 教育をはじめ、医療、保健、福祉の現場で活躍していらっしゃる方々の処遇改善はしっかり行っていく。5.学校教育や社会教育の場で卒業、修了の節目に必ず社会制度教育を導入する。生活保護申請できず亡くなってしまう方、育児や介護負担で耐えきれなくなってしまう方、経済苦が理由で進学を諦めてしまう方、多くいらっしゃる。6. 生活、育児、介護、障害、進学などへの支援策、利用可能施策の周知は徹底するを掲げていました。正直、特定野党は論外として、自民党は福祉が弱いという弱点がありましたが、高市議員が教育、福祉でここまで踏み込むのは大きいんです。これに対し、メディア側の質問もだいぶ必死なものが多くて、元 NHK アナウンサーで、現在は TBS と専属契約をしている前場高子アナが、経済的弱者についての発言がほとんどなかったが、どういうお考えなのか聞きたい。2012年の創生日本の研修会で、さもしい顔をしてもらえるものをもらおうとか、弱者のふりをして少しでも得をしようとする国民がいれば日本が滅ぶという発言があった。困窮する国民をどういう目で見るのかと質問。それに対し高市議員は、おそらくその発言は民主党政権の際、不正受給をしている人にどう取り組むかについての発言です。今もあの病気でも残念ながらそういったことがあるが、あの頃生活保護の不正受給をするという人がいた。国民の税金を使う福祉は公正、公平であるべき。と前場アナをぶった切ったんです。おそらく TBS 側としては高市議員と前場アナの対決構図を作って視聴率を稼ごうとしているんでしょうが、その印象操作ができずに TBS 系列のデイリースポーツが前場アナを全力擁護する記事を出しました。これに対しネットでは非難の嵐となっていて、こうやって左派メディアが擁護するから記者が育たなくなるなどの声が上がっています。またテレ朝の質問も高市議員はなで切りにしています。テレ朝ホーステの下村沙莉アナがロックダウン安くに夫婦別姓について質問。高市議員はこれらに対し、ロックダウンはあの病気だけではなく、エボラ出血熱などの今よりも最悪の事態が生じた場合のために議論していくことは必要。ロックダウンは罰則付きの都市封鎖なので憲法に触れる。今よりも恐ろしい感染症、テロの備えとしては考えておくべき。一人の日本人として国に殉じた人の御霊に尊崇の念、感謝の誠を捧げている。一人の日本人として信教の自由を誤解されていたとしたら違う。靖国参拝は私の信教の自由。夫婦別姓について通称使用の拡大を公約にしてきた。野党の夫婦別姓には反対。子供が生まれた時、姓を決める時にどちらか決めて、意見が分かれた時に家庭裁判所に持ち込むことになる。せっかく子供が生まれた時にそういうことになるのは違うと回答。これらの質問をした下村アナに対しネットでは、声が上がっているじゃないだろ、お前が上げてるんだろ、テレ朝しらじらしいわ、マチポンプも甚だしい、などといった批判が出ています。そして会見の場で高市議員をやじり倒すジャーナリストがいましたが、そのジャーナリストはノンフィクション作家でもある横田はじめ氏です。横田氏は様々な会見でやじり倒すことで有名だそうで、すでに終わったことである森友学園の件を大声でわめいていました。それに対し高市議員は、今後公文書改ざんが起こらない体制を作り再発防止に取り組みたい、私にとって新たな出発なのでそこまでやじり倒さないでくださいと発言しました。その他のメディア出演にしても、9月11日午前の読売テレビの番組で尖閣諸島周辺の侵入を繰り返す中国船に対応するために海上保安庁法、自衛隊法の改正を目指す考えを高市議員は示しました。前日の9月10日のテレ朝の大下陽子ワイドスクランブルに出演した高市議員に、司会の大下陽子アナは、総理になっても靖国参拝続ける？と
と質問。それに対し高市議員は信教の自由に基づいて続けている。なんでか外交問題にしようと報道すると返答。これに対し大下アナは異例する施設は他にもある。安倍総理も米国から失望したということで、その後一度も参拝してない。やはり中国との関係もこじれる。と、わけのわからない発言。ちなみに、テレ朝の外国人株主比率は9月10日現在で 11.87% なので、その意向が働いているんでしょうか？また同番組では弾道ミサイルを相手国領域内で阻止する敵基地攻撃能力について敵基地を一刻も早く無力化した方が勝ちだ。使えるツールは電磁波や衛星ということになると述べました。その前日の9月9日にはネット番組の真相深入り虎ノ門ニュースに出演。同番組で高市議員は北朝鮮に拉致された横田めぐみさんなどの日本人拉致問題について法律でできる範囲になるが、どんな手段を使っても取り返すための最大限の努力をしなくてはならないと発言。その前日の9月8日にはフジテレビのバイキングに高市議員は出演。ここでは司会の俳優である坂上忍氏が最近の政局やあの病気の話ばかりで政策に関する質問がほとんどなかったんです。それに対し高市議員は説明をしたんですが、坂上氏は全く理解が追いついていませんでした。やっぱり自分で法案を書ける国会議員とカンペを読んで質問している人だとレベルの差は天と地ほども違う模様です。またルーピー宇宙人こと鳩山幸夫元総理も高市議員に対し9月6日にツイッターで、日本の国益は中国と断交することではないと必死なツイートをしました。中国関係とがっつりつながっている元総理らしき人がこの投稿をするので答え合わせができます。ただそんな高市議員も政策に穴がないわけではありません。先ほど話した NHK 改革にしてもスクランブル放送を含めて検討してほしいし、以前の動画で触れた日本の尊厳と国益を守る会の代表である青山重治議員や経済関係の方たちから反対があって、50万円以上の株を売るなどの金融所得の税率は現在 20% ですが、それを高市議員は 30% に引き上げようとしているんです。自分もこれはどうかなと疑問に思うところです。また消費税についても減税しないで他の項目で減税すると述べていましたが、確かに消費税を上げた時の消費の落ち込みのリスクはあるとはいえ、タイミングも見ないといけませんが、個人的には2年間ぐらいの限定した期間の消費税減税は検討した方がいいと思います。また福島原発の処理水を海に放出する件についても、菅総理が2年をめどに放出するとしたのに、それを2年後がリミットでないと高市議員は発言。ここについては個人的には疑問なところです。また自民党員の名簿についても、高市議員は初めて総裁選に臨むために9月17日の告示後に手に入れる形になるんです。この名簿は他の候補は持っているため、告示前に全国の党員に電話連絡ができるんですが、高市議員は告示後に名簿を自民党から自腹を切って買ってから電話をかける形なので、その点では不利な状況なんです。このように少し穴があるとはいえ、高市議員が自身のビジョンを具体的に出したために、岸田文雄議員、河野太郎大臣はどんどんブレて発言が保守寄りになってきています。岸田議員は9月8日に憲法改正、ウイグル人権問題、原発再稼働、女系天皇の皇位継承は考えないとし、同日に河野大臣は皇室の男系男子と養子縁組を選択肢の一つと位置づけると述べました。明らかに高市議員を意識しているし、完全に手のひら返しをしているので信用できません。また岸田議員は高市議員の財政出動の話を意識して、下請けいじめゼロ、令和版所得倍増を同日に発表。その前日の9月7日には森友学園の再調査を考えていないと発言。これも高市議員だけじゃなく、安倍前総理、麻生副総理から支持を取り付けるためのポーズにしか見えません。さらに9月8日のフジテレビバイキングでは、番組出演者やフジテレビに忖度するような発言ばかりをしているので、岸田議員は
明らかに人気取りをしようとしています。富士は9月10日現在で 31.6% の外国人株主比率ですが、テレビ局は数百から数千億の年間利益に対して数億しか電波利用料を払っていないので、そこに忖度してどうするんだという話です。そんな中、河野太郎大臣も9月10日に総裁選出馬を表明。個人的には会見を見ていて、総理総裁になって何をしたいのかさっぱり見えませんでした。ただインフレ率 2% についてはかなり厳しいという答えだったので、河野大臣は国民の未来のための投資である財政出動をやる気が全くないのは分かりました。その上で、日本を前に進める、日本の礎は皇室と日本語だと強調。しかし以前の河野大臣の皇室に関する発言では、皇室の話はいろいろ誤解をされている方もおられますが、125代男系で続いてきているというのが日本の天皇の一つのあり方だと思いますと、一つのあり方と言っているのはどうかと思います。また会見で河野大臣は、1会見は議論進める、2麻生副総理から激励をもらって支持されたと理解、3森友学園の再調査は必要ない、4慰安婦河野談話は自民党の歴史認識を受け継ぐ、5原発は再稼働などとしていますが、これは高市議員を意識してそういう発言をしただけにしか見えません。原発については2011年に山本太郎氏が河野大臣の事務所を訪ねて、両者とも脱原発で合致しています。また河野大臣は9月3日まで北朝鮮の日本人拉致被害者救出の意思を表すブルーリボンバッジをつけていなかったのに、9月4日以降に急にブルーリボンバッジを装着。9月10日の会見中はバッジをつけていたのに、その数時間後のテレビ東京のワールドビジネスサテライト出演中にはバッジを外して出演。それから河野大臣は党内や所属派閥の麻生派で人望がない話はしましたが、9月7日の段階で麻生副総理との総裁選出馬の話し合いの際に、麻生副総理から、今回でいいのか、短命で終わるぞ、やるならちゃんとやれと警告、激励という名の不支持をされています。当然閣内からも警告が出ており、河野大臣の直接のボスである加藤勝信官房長官からは、遊んでないでちゃんとワクチン担当の仕事をしろという意味の言葉を言われています。ただ河野大臣の旗色もどんどん悪くなっており、政治ジャーナリストの田崎史郎氏によると、石破茂議員が河野大臣とタッグを組むことで反発が2倍3倍になるという見解を出していました。さらに河野大臣の YouTube チャンネルのライブ配信での皇室の女系論については、漫画家の小林義則さんの著書天皇論に似ているという指摘もあります。また朝日新聞をはじめとする既存メディアが1970年代以降に騒いだことで出てしまった慰安婦に関する河野大臣の父親である河野洋平氏による河野談話にしても、外務大臣時代にそのことを質問されて他人事のように答えていました。しかもその間に3回も水を飲んでいたので、相当に都合が悪かった模様です。その他に河野大臣は野党からも応援されているようで、立憲民主党の辻元清美議員、蓮舫議員がオンラインで対談している際に、河野太郎さん、なんか早々と手を挙げて立候補するって、国民のみんながワクチン打てるまで僕は専念しますって言った方が将来性は絶対あった、私これ電話かけて言うたろうかなと思って、言った方がいい、言った方がいい、絶対にと熱烈に応援されています。しかも河野大臣は靖国神社に参拝したことはないのに、韓国の英雄たちを葬ったソウル国立研究院には参拝しています。またアメリカ情勢シリーズの動画でも話した通り、河野大臣は中国ではとても人気があるんです。しかも河野大臣は地中派として知られており、靖国の訪問を繰り返し拒否していると中国では高評価を得ています。それから河野大臣は2018年4月に外務大臣だった際に、中国の CCTV
中国中央電視台のインタビューで興味深い話をしています。どういう発言かというと、中国からもっと観光に来てもらえるように日本のビザのオンライン申請とかビザを電子化することをやって、なるべく手間がかからないようにしたいと思います。お互いを訪問して相手の国の国民と触れ合う機会をもっともっと増やしたいと思います。日本と中国が自由貿易協定を結ぶ意義というのは非常にあると思います。物だけでなくサービス、投資、いろんな分野で質の高い合意をすることが必要なので、まずは RCEP を非常にレベルの高い自由貿易協定にしていけるように日本と中国が一緒に努力をしていかなければならないと思いますと発言。そして2019年1月28日には河野大臣は父親の傭兵氏林芳正議員とともに中国成立70周年日中友好団体新年会で祝辞を述べています。これもあるので FNN プライムオンラインの河野大臣の会見動画は高評価930、低評価6786に現れていると思われます。他の総裁選候補にしても石破茂議員は推薦人が集められず断念しそうで、野田聖子議員も以前の動画で話したように夫の野田文心氏が元反社の人間だったために、週刊文春が9月16日号で警察庁文書に文心氏が記載されている記事を公開。これで野田議員は推薦人を集めるのは非常に難しいんです。そうなると以前の動画で自分が話したように最終的な総裁選の候補者は高市議員、岸田議員の一騎打ちか、高市議員、岸田議員、河野大臣の三つどもえのどちらかになると自分は予想しています。また総裁選の報道もおかしいところがあって、ロイターが9月4日の自民党調査で石破氏が 29% と首位で、河野氏 21%、 岸田氏 19%、 高市氏が 8% と報道。ところがこれは日刊ヒュンダイこと日刊現代が報道していた民間調査会社の日本共同ネットニュースの調査結果と同じ数字を使っています。石破議員が総裁選に出ない状況なのにこの数字はおかしいし、ロイターもどこからこの情報をもらったか気になります。ちなみにロイターは中国共産党の食事会に西側諸国のメディアとして参加したので、そういう意味でもいろいろと怪しい話なんです。日テレのニュースゼロも同様に石破議員を9月7日時点で持ち上げて高市議員を取り上げていません。そんなメディアも焦っているのか、トースポの9月9日の記事では河野太郎人気に陰りネット空間で功績投稿へ続出、何やったっけという見出しで河野大臣の支持が落ちていることを述べました。やはり菅総理に勧められて準備不足のまま河野大臣が出馬した影響が大きいかもしれません。ただ高市議員はネットで人気があるんです。前回の動画で話したヤフーのアンケートでは全体の 49.1% の得票数を獲得、河野大臣の 26.5%、 岸田議員の 11.3% に大差をつけています。ここまでが現状ですが、だんだんと高市議員が支持を広げていますが、まだ知名度が足りません。そういうわけで高市議員を応援したい方は前回話したようにネットリアルで全国の自民党員党友に呼びかけることをしてほしいし、日テレのニュースゼロ、 TBS の報道特集、フジテレビのバイキング、テレ朝のホーステのスポンサーにお問い合わせをして今後の番組スポンサーをするのを考えてもらうようにご意見ご質問をしていただきたいです。9月17日の告示まで時間があるので、まだまだいろいろなことが起きるはずだし、各候補の政策をぶつけ合う公開討論会も行われるそうですが、総理総裁は一貫した考えと長期的なビジョンが必要なんです。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。